かつて陸上競技、多くのスポーツでは筋トレが必要ないと言われていた時代がありました。なぜ筋トレなんかするんだい。本来のバランスを大事にしようよ。しかし現実にはウサインボルトはもちろん、トップ選手はみんなウェイトトレーニングをしています。そこから美しいスタートを生み出しているのです。じゃあ筋トレはすればいいのかと。ベンチプレスや腕立て、腹筋をすればいいのかと。いや違う。何をどのようにやるべきか、深く追求する必要があるんです。ということで今回は数々の研究が示した爆発的なスタートを得るための筋力トレーニングを3つ紹介いたします。初心者であればわずか数週間で絶大な効果を得ることができるトレーニングとなっています。この動画を最後まで見なかったあなたは最後の試合で後悔をするかもしれません。その1、ジャンプスクワット。ジャンプスクワットはスタートの爆発性を鍛える最もベーシックな方法でしょう。過去さまざまな研究によってジャンプスクワットの効果が示されています。例えば短期間でアスレティックパフォーマンスを鍛えるためのジャンプスクワットの重量を研究したこちらの論文において、標準的なトレーニング経験があるアスリート68名の被験者を対象として、これらを2つのグループに分け以下のトレーニングを実施しました。1つ目のグループはジャンプスクワットをするグループ。ジャンプスクワットはパワー、最大発揮される重量もしくは最大パワーの 90% が発揮される重量でトレーニングをしました。他のグループでは通常のトレーニングを実施し、そしてこれを8週間実施しました。その結果、トレーニング後4週間時点で 50m 走が 1%、 その後の4週間でさらに 2% 改善したことが分かりました。タイムでいうと6秒58から4週間後6秒51、さらに4週間後6秒37となったんです。このタイムはもちろん電動計測で行っていて驚異的な成長です。筆者らはこの原因として地面を押す力 Fmax とスクワットジャンプの高さを測定しています。それらが 50m のタイムと相関していることが明らかになりました。さてこのジャンプスクワットのトレーニング、どの重量でやればいいのという話です。過去の研究で実施する重量がそのトレーニングの効果に大きな影響を与えることが分かっています。オーストラリアのニュートンらの研究によれば 1RM の 30% 重量もしくは 1RM の 80% の重量でスクワットをジャンプを実施した際には 30% の重量でのみスプリント能力が向上したことを示しています。スプリント能力は力の絶対値だけではなく素早いスピードで力を発揮するパワーという概念が重要になるため、1レップを素早く上げることができる中程度以下の重量が有利であると考えています。具体的なトレーニングメニューは8週間のトレーニング期間とすれば、最初の4週間は4レップ8セット、この時の使用重量はフルスクワットの 1RM の 45-60% で行ってください。その後の4週間は8レップ4セット、この時の使用重量は最初の4週間で使用した重量の 80% の重量で行ってください。行う際には膝の角度は90度程度、そこからできるだけ高くジャンプするように心がけてください。素早い動作でスクワットを行うことがトレーニング効果を高める秘訣となります。2つ目、ノーディックハムストリングエクササイズ。2人1組になり、1人がハムストリングスの力で耐えながら少しずつ倒れていく種目になります。この効果について示した研究の一つがこちらのデンマークのサーナラの研究です。被験者35名のアマチュアサッカー選手を対象とした研究で、以下の2つのグループに分けて実験を行いました。1つは通常のトレーニングに加えてこのエクササイズを実施するグループと、2つ目は通常のトレーニングのみを実施するグループ。そして8週間後 10m のスプリントタイムを複数回計測しました。その結果、このハムストリングスエクササイズを実施したグループはそのタイムが約 0.05 秒速くなっていることが分かりました。わずか 10m で 0.05 秒です。この原因として、フィッシャルは研究期間中に測定した被験者のハムストリングスの筋力の最大値の増加、そしてインキャパシティと呼ばれる1ループの間に発揮した力の合計、これがアップしたことを原因として考えています。これらがなぜ重要だということかについては、2015年のモーリンらの研究によってハムストリングスの筋力及び筋キャパシティが増加することでハムストリングスの筋収縮と弛緩のサイクルが速くなり、加速区間に必要な垂直方向の力を増加させることにつながります。さてこのエクササイズでスタートのスピードが増加することを分かっていただけたと思います。具体的にどれくらいやればいいのか、被験者が実際にやっていたメニューを見ていきましょう。まず、最初の週1セッション 5×2 セット、翌週は週2回6レップ2セット、それ以降は週3回10レップ3セットで、徐々にレップ数を向上させていきました。この研究を参考にしてレップ数を管理すればいいと考えます。やり方は2人1組、スタートポジションは膝が90度になるところから始め、そこからできるだけゆっくり倒れるようにハムストリングスに力を入れてください。地面に体がついたら自分の手で体を押し上げてスタートポジションに戻ります。この時にハムストリングスには負荷が入らないようにします。また注意点として、ハムストリングスに大きな負荷を与えます。全力走を次の日になるべく入れないこと、セッションごとに48時間以上の時間を空けることを意識して怪我のリスクを抑えましょう。このエクササイズで、あなたのスタートを 0.05 秒速く爆発的に高めます。3、股関節チューブトレーニング。こちらはチューブで腸腰筋をはじめとする股関節屈筋を鍛えていくトレーニングです。
フロリダ大学のラッセルらが運動経験が豊富な48人の大学生を集め実験を行いました。約半数については約8週間のヒップフレキサートレーニングと呼ばれる腸腰筋のトレーニングを実施しました。こちらのような足にゴムチューブを引っ掛け速いスピードで自分に引きつける動作、こちらを週3回10レップ3セット、そのうちの最後の1セットは足が上がらなくなるまで実施しました。その結果8週間後10ヤードのタイム約 0.2 秒向上していたことが分かりました。この筋力トレーニングをどれくらいやればいいのかというセット数がこちら。この研究においてはマックス重量の 75% が 10RM の目安であると述べています。つまり1回しか上がらない重量の 70-75% の負荷で10レップ ×2 セット、その後は3セット目では若干負荷を減らし足が上がらなくなるまで実施することが大切です。もし3セット目で20レップ以上できてしまうようではそれはパワーや筋力を鍛えているのではなく持久力のトレーニングになってしまっています。3セット目で重量を下げる際には10レップから20レップの間でオールアウトできるようなメニューを設定してください。また腸腰筋類の疲労は走りに悪影響を及ぼすことからこちらも48時間以上空けて実施しましょう。これら3つのトレーニングを実施すれば合計であなたのスタートが 0.45 秒速くなるかもしれません。あなたのスタートが爆発的に向上することを願っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。